タクトレ専門200万人 YouTuber の高峰です。最近植物にハマっています。今日はスクワットとプッシュアップで上半身と下半身を同時に鍛えながら行う脂肪燃焼の有酸素運動を行います。普通のプッシュアップだと男性並みの筋力がないとできません。膝つきで行ったとしても胸と腕を鍛える効果だけです。やり方を紹介します。まず四つん這いになってつま先を立てます。このままお尻の方に沈み込んでいって背筋をまっすぐしながら前までやってきます。この時体が地面と平行になっています。肘はわずかに曲げています。では5回行っていきます。1 2 3 4 5。レベルアップバージョンでは膝を床から離して行います。これだけでめちゃくちゃしんどい。手首が痛くなるという人はこのようにグーパンチで行っていきます。たったこれだけの動きで心拍数上がりますし、上半身も下半身も鍛えることができます。1日5回を7日間続けてください。広告なしの1分動画はメンバーシップで公開中です。僕と一緒に自分に合ったダイエットプログラムを作っていきたい人もメンバーシップに入ってください。28日間の有料プログラムはコースをご購入ください。動画の概要欄から。以上です。